力車業界ナンバーワンの男、柳瀬孝さんです。はじめまして。よろしくお願いします。あ、夢だった。メジャーでした。中学校2年生で絞っている。あ、陸上に。陸上に。でもやるし、じゃあ今結果出さなきゃいけないし、っていうので。オートレーサー目指して。そうっす、大学卒業して。それでトレーニングになる仕事しとこうと、で、人力車が思い立ったんですよ。あ、ボートレースのために。そう、ボートレースのために、ボートレースのためのつなぎって言ったらあれですけど、もう自分のイメージはめちゃくちゃ走って、ジム行く手間が省けて、で、空いた時間に勉強やなんかできるし、いいなって思ったのが始まりですね。そうだったんですね。てか、なんか全部同じような感じですね。あ、中学生の時は野球やるために陸上やったけど、あ、陸上の方がよくて、陸上に行って、で、次はオートレースやって、オートレースのために人力車やったけど、人力車にシフトした。そうだね。同じなんか数奇な運命を辿ってるんですね。言われてみれば。ああ、そのボートレースをやりつつトレーニングためにまずは人力車に入ったんです。そうです。これ人力車やるにも、テストあるんですよね。あります。その車夫になるの、それは合格したんです。最速で。そうなんですね。秒って言ったらですけど。ああ、なんかテレビで見たのは20回ぐらいやっても落ちちゃって、いや、ダメですみたいな。テレビは見たドキュメンタリー番組みたいなの見たことあるんですけど、相当大変だった。それは相当難ありです。難ありなんですね。なんか問題が、違う問題があるかもしれない。普通の人だったらいけるんですね。その何回も落ちることはないですね。じゃあ人力車はボートレースとはちょっと違って合格してやっていったってことですね。じゃあ最初のうちはトレーニングがあったらもちろんの意識は変わらずやってたんですか。で入って、もうパンパン何も考えずに走れるのかなと思ったら、蓋を開けたら、なんかトレーニングじゃなくて、めっちゃ営業やんっていうところから始まって、まず乗ってもらうお客様に声をかけてっていうところからもうイメージしてなかったんで、あれ想像と違うってなって、で、その人力車の仕事をしているうちに、こうお客様が 100% の後ろの声を聞けるっていうので、すごい仕事だなっていうのを思ってて、でもそれやりつつ、ボートレーサーの地区があったんで、最後その次ダメだったらちょっと本腰入れて、人力車を極める、だらだら行っちゃうし、なるほど、っていうのがあって区切りをつけて、じゃあ5回目で、5回、多分5回目かな。それはどんぐらい、期間的にはどんぐらいなんですか。4年。あ、4年か。いや結構な、それこそ大学の期間ぐらいボートレーサーみたいな。そうだね、3年ぐらいか。やってました。それ3年か4年ぐらいが5回目っていうことで、落ちて人力車にシフトしたりとか。そうです。その頃にはなんかその人力車の魅力っていうか面白さに気づいたんだっていう感じですか。なんか人力車ってスポーツとか、 なんか体力があるしか自分は取り柄ないのかなって思ってたら、いや意外にそんなこともないぞって。なんかこう伝える力だったりとか、なんか気づきとか、そういったの自分あるんだなっていうので、もっとこう本腰入れて真剣に向き合おうと思って。じゃあやってる中で新たな自分の一面に気づいて。そうですね。これならいけるっていうか、こっちでもやってみよう、可能性。そうなんですね。それこそさっきの話に戻ると、その昨日も無理に夢とか目標を持たないといけないみたいなことを思ってるのも多いと、その営業先とかで話を聞くと、その社長さんが言ってたのは、僕は継続って言葉が一番好きです、好きだねって言ってて、まずは継続してみる。例えばじゃあ、竹原君は水泳ずっとやってて嫌だなと思ったことないのって言われて、いや、ありますよって。練習行きたくないなと思う時もあったでしょうって、もちろんありますよ。でそれでも行ったでしょう。それは仕事でも一緒。今日行きたくないなと思う時があるけど、それでも行くと。でそれを継続した先に見えてくるものがある、気づけることがある。それと似たような話なのかなって、やっていくうちに新しい自分に気づいて、人力車業界に入り込んだっていう。そうですね。じゃあ人力車は俺できるかもしれないって言った時には、目標とかあったの？こうなりたいとか。
ありましたね、その事務所の業界でトップになるっていう人があって、まあ、要因はあるんですか。一応なんか細かく言うと、その売上だったりとか、なんか目標達成率とか、日々なんかそういうのもあって、実は全国の社員がどれぐらいしてるとか、そういうのがあって、もう明確に誰がどれぐらいやっててっていうのが出るんで、一番目指す、一番そうです。どういう過程で社夫になれる、例えば勉強方法だったりとか、経験だったりっていうのは何かありますか。は、社夫になるのは、その必要最低限、やっぱこう僕らガイドするんで、必要最低限の知識のなんか本があって、でそれをまあ覚え、まあ理解して、で試験があって、で試験で上司に乗ってもらい、でこれぐらいやったらまあ問題ないなっていう必要最低限のところで、いざデビューするみたいな感じなんで、もちろん最初にも言った通り、まあ人力車の知識も最初はなかったし、全く経験もないし、もう何をしていいか分かんない状態から始まったっていう感じ、うん、そうです。今までスポーツでずっとやってきたじゃないですか、うんうんうん、でその後にこう勉強しなきゃいけない環境っていうか、その勉強することに対しての意識はどういう感じでやってるんですか。その僕らお客様にその時間をいただいて、ご案内するんですけど、やっぱり自分の知識薄いところで、ここの魅力をもっとお伝えできれば、もっとこう楽しんでもらえて、もっと満足するのになっていう、やっぱこう悔しさ、お題はもういただけて変わらないんですけど、お客様のその満足度に対してもっとこうしていきたいなっていう思いから、もっと知らなきゃダメだし、あくまでもその学校の先生ではないから、お客様に満足してもらうのは楽しんでもらうのが一番なんで、そのお客様にわーって感動してもらえるように勉強はもう一緒やらなきゃダメだなっていうので行き着きましたね。その勉強方法なんか一つ挙げるとすると、そんなものがもう直接お寺にとか、まあ、場所、飲食店の場所を運んで見たり聞いたりもそうですし、まあ、こういう分厚い本もそうだし、図書館とかも行ったりして昔の情報とかも見たりするし、全然それは地味なのかな。それはもう休みの日とかいうか営業時間外にもちろんやるってこと。もちろん僕乗った時には、まあ、お寺の話とか最初に言った歴史とかはもちろん説明してくれるんですけど、まあ、お花の名前とか、なんか森林の歴史とかも、そこら辺まで説明してくれるのっていうか、なんかそこら辺までこう勉強してんだなっていうのが、結構僕的には刺さったと思うんですけど、ああいう勉強はそのみんながするわけじゃなくて、それはもうこうちゃん独自の、そのさっき言ったお客様を楽しませるためにはどうしたらいいかっていうところに疑問を持って自分で、そう僕ら階級があって、なんか将棋みたいな感じで竜王とかいろいろあって、最初からある一定まで行って、そこから上が行けなくて、でよりもっと落とし込んでいって、なんか一流の名をおもてなしを学ぶためにこう高級なホテル行ったりとかレストランとか行っていろいろ経験して、こういうことか、その接客を学ぶってことですか。そう、普通の人はそこまでしないと思う、一般じゃないですよね、お寺のそれこそ歴史とかぐらいは勉強、テンプレートだって勉強するけど、そこのもっと深いところ、階級っていうと何レベルまであるんですか。10個ぐらい、10個11個ぐらい多分。それはノルマが何かあって、そう試験があるんですか。いや試験が、試験が達成率、達成率、それは何人乗せたとか。そうお客様を乗せた売り上げっていうのかな、で月ごとにずっとあって、降格もあるし昇格もあるし、なるほど、なんでずっと、この月はちょっと売り上げが悪かったら、それがレベルが、そうじゃあ8だったのが7になって、そうこの月で頑張ったら次の月はまた8になってとか、なるほど、っていうのをずっと積み上げて積み上げてで今のこうちゃんはレベルで言うと一番上、もう10のレベル、10のレベルに、その10のレベルをどんぐらい続いてるんですか。1回、2回ぐらい降格するんですけど、なったのはもう2年前ぐらいかな、3年前ぐらいかなって、
鎌倉店だと初めてだったんですけど、あ、10枚そう、とかは見たんですけど、鎌倉店で10までのところまで上り詰めたってところでも、まあナンバーワンだねっていう基準にはなりますね。まあよくやるなっていう感じだと思いますね、はい、でそれをまあ2年間誰もが行きつけないところで今前線で戦ってるっていう、そうですね、あの仕事してる、はい、まあ、これが、まあ、業界からもそこの支持される部分なんじゃないかな。刺し網バーベキュー料理、こうちゃんの方は味噌ホットチキンレッグ、はい、ちょっと今日はお味噌と、ケチャップ、あとちょっと七味唐辛子、ちょっとお醤油、ちょっと和風の要素も入れながら辛い感じの鶏肉に仕上げてます。ちょっとすだちは細かいのすだちなんで、それしっかり絞って召し上がってください。今日は福煮をちょっとご用意しまして、はい、あとに長野県の美雪豚っていうところの豚バラ肉でちょっと今日は食べます、はい、でお醤油は、まあ、引き続き農園醤油さんのお醤油で、みりん酒と普通にスタンダードに、で上に今度乗ってるのは、紫芋のマッシュポテト、うん、で今日朝買ってきた、生食用のサラダ食べれる旬を載せます。どうぞ召し上がってください。いただきます。いただきます。味噌がすごい。長時間やってるんですか、これは1日半にしてる。で、今日は180度で20分ぐらいをちょっと様子見ながら、ちょっと先から火入れしてて、しっかりジューシーに上がってると思います。柔らかすぎ。そう。焼くのは、僕は角煮はやっぱりちょっとバラ肉で、ちょっと上のアシポテトもちょっと炭火タイプで、こんなに重くない感じで作ってるんで、それを口の中で豚と一緒に入れてもらうとちょっといいかな。今ちょっといろんな人たちが助けてくれて、まあ、食材もちょっと前回よりはお醤油もこだわってるし、お塩も、まあ、その他もろもろいろんなところがなかなかまだたくさん増えて、原材料を分けてくれるようになってます、はい、さっきもちょっと触れたんですけど、まあ、乗車率とその売り上げですね、売り上げのパーセンテージみたいなので階級がどんどん決まっていく、はい、例えば5組いたとして、この5組が1時間ずつの人よりも、こっちが例えば3組だとして2時間ずつ乗ったら、まあ、こっちは5時間だけどこっちは6時間、そういうことです。こっちの方が売り上げは高い、で評価もそれは上がる、まあ、やっぱこう難易度っていうか、こう満足度がそれに比例していかなきゃいけないんで、なんか例えば新人の子はじゃあ2時間3時間いけるかって言ったらいけないですし、長い時間走ってるっていうことは、その分お客様の期待値も高くなるので、その業界の普通で考えると、何時間ぐらいが基本なの？多分30分から1時間の間かな、ベースはみんながこの新人の子もそこにみんなが走るの、走れる。こうちゃんのその平均は高いんですか？高いかな、1時間以上が基本かな、2時間それはもともと時間を指定するのか、乗ってて時間を延長していくのか、両方あって、それはその乗ったことある人とない人でも上がってくるし、初めての人はどんな感じか分かんないし、じゃあこれぐらいでっていうのもあるし、乗ったことある人はじゃあ今日はこれぐらいやりたいですとか、あとその予算に応じてこれらの料金で行ってくださいとか、あとそれ最初に言った伝説の話じゃないけどこうちゃんの魔法により10時間ぶっ続けで乗ったっていう伝説を聞いたことがあるんですけどこれは10時間を走ったのはあります、はい、10時間コースを一組、その方は、常連様だったんですよ。輸入車によく乗られるお客様 で京都で、っていうので、あって、まあ、特例中の特例です、そうなんです。京都でやったの？それは京都で。京都でもできるんですか？もちろん。説明とか、もちろん。ああいうのも含めて。もちろん。やば。もちろん。マジっすか。だから変態って言われてました。そうなんですね。感じで？あの感じで。マジっすか。だって、鎌倉には、お寺とか神社とかって、何種類ぐらい、神社、お寺合わせると119。119。約120って言ってますか。で、そこを全部回って説明できる実力はもちろんあるんですよね。うん、鎌倉では。鎌倉で。で、京都だとそれがどんぐらいなんですか？
京都だと、あの京都府で考えると、もう3000とかになっちゃうから、もう本当に、なんていうの、鎌倉市じゃん。で京都だと、全部で考えちゃうと、神奈川県みたいになっちゃうから、その車でも無理っす。やばいじゃん。だからその京都の中の、特に僕ら嵐山っていう、渡月橋っていうところがあるエリア、そこはもう完全に熟知してるし、ある程度ちょっと外の情報とかも、あの1年かけて準備してやってきたんで、今日行く前もあのできます。あっちのお客様にも関東じゃん。でもバンバン喋るから、お兄さんどこの人なの、いや鎌倉ですね、関東の人みたいな。で驚かれることは多かったね。京都でも同じことをして、まあちょっと街が違うから、ここは静かに雰囲気を出すっていうところがあるんで、行った瞬間にお客様がわーっていうポイントがあるんですよ。ああ、なるほど。そういうところだと思う。ライドいらないし。はんなり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 いきます。京都風に言うと。はんなり。はんなり。起こしやす。はい。京都で言うと、なんだろう。そのお客様の数も圧倒的に多い。多いし、やる気がある方が多いですね。あ、そう。京都、特に嵐山だと、もう観光したいって方が多い。ああ、そうか。もう率先して逆に声をかけられるぐらい。ああ、そう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 。させてください。街しかもあるし。そうそうそう。ああ、そうなんだ。鎌倉だとそれがない。そうですね。あるけど、時期によっては。けど、京都ほどないし、基本は街に行って、ふらーっと来た人が多いから、やっぱ近場だし、だいたい日帰りで帰るし、京都とかだとだいたい泊まるでしょ。そうですね。まあ観光のために、そうそうそう。で、一つでも多く。思い出を作りたいという人たちが来るから、乗る人も多い。多い多い。まあそれに伴って京都の人たちは何だろう、待ってればお客さんが、まあ言っちゃえばそれ言っちゃうとだいぶ怒られちゃうから。そうですね、本人が言うとあれなんですけど、なんか聞いてる感じ、それこそ京都の人たちよりもこの月は勝ったみたいな、いう月もあったりした。いや、達成達成したらもう勝つことになるから。あ、そうなんですか。もう常に、なんか年間であるんですよ、達成率の。じゃあ誰が取ったかっていうのは2年連続なんで。そうですね。本当僕特別なことしないし、誰よりも朝早く来て、誰よりも現場立ってて、そこで意識してる。インスタで質問をこの前ありました。人力車のお兄さんはモテますかっていう。そう。はい、行きます。せーの。